こんばんは。前回のスターバックスの Too Good To Go バッグを買った時の続きの話なんですが、今回は Too Good To Go バッグを買ったのと、あとはスタバでドリンクも一緒に買ってきました。でイギリスではリユーサブルカップの使用を推奨しているみたいで、ちょうど家で飲むちょうどいいサイズのカップがなかったんで探してたら、スターバックスでちょうどいいカップがあって、それがリユーサブルカップだったんですね。でそれをお店に持参してコーヒーを頼む時に自分のリユーサブルカップをバリスタの人に渡すと25ペンスオフで飲み物を買うことができます。で前回そのリユーサブルカップを買った時は、その本当にカップだけを買ってで、コーヒーは買って帰らなかったので、今日試しに本当に25ペンスオフで買えるのかっていうのを知りたかったので、今日は自分のリユーサブルカップを持参してコーヒーを買ってきました。で、本当に25ペンスオフになりまして、実際のレシートがこちらなんですけど、トッフィーナットラテを頼みまして、これがグランデサイズで頼んだので4ポンドだったんですね。で自分のカップ、25ペンスオフオウンカップマイナス25ペンスって書いてあると思うんですけど、ちゃんと25ペンスオフで購入することができました。一番上のとこにリユーサブルホットカッププラスティック 3.5 ポンドって書いてあるんですけど、これはお店の人が間違えて私のマイカップだと思わずにこのカップ代を入れてしまったので、後で現金で 3.5 ポンド返金してもらいました。私はクレジットカードで支払いをしたので 3.5 ポンドリファウンドで返金されるかなって思ったんですけど、カップ代の 3.5 ポンドは現金で返金されました。まあ帰ってきたのに変わりはないのでどっちでもいいんですけど。でそのリユーサブルカップっていうのがこちらになります。これは店員さんがつけてくれたんですけど、こちらは自分で買ったカップです。この今日飲み物を買った店舗では 3.5 ポンドだったんですけど、私職場の近くでこのリユーサブルカップを買ったんですが 2.5 ポンドで買うことができました。まあだいたい400円ぐらいですね。で今日の店舗では 3.5 ポンドだったので、まあ550円前後ぐらいですね。店舗によって差があるみたいです。結構しっかりした頑丈なプラスチックで、でこの蓋も結構しっかりめなんですよね。で口のところがこうなってて、ちゃんと蒸気が出る穴もついてます。でこのリユーサブルカップなんですけど、そのスターバックスの取り組みの一環として2030年までに廃棄物を 50% 削減するっていう取り組みの一つのようです。で2025年までにイギリス、フランス、ドイツなどのヨーロッパでリユーサブルカップの使用をどんどん広めていく予定だそうです。で今コロナ禍ですけど、このリユーサブルカップ使って大丈夫なのっていう、まあ、疑問があると思うんですけど、2020年の春にリユーサブルカップの使用が一時的に停止されてたそうなんですけど、去年の8月に、2020年の8月にまたリユーサブルカップの使用が再開されて、今年はそのリユーサブルカップの使用は特に問題がないです。リユーサブルカップを持参したお客さんのコーヒーを作る時なんですけど、お店にあるこういったセラミックのマグカップの中にリユーサブルカップを入れて、でこういう状態でコーヒーを作るみたいです。なので店員さんがほぼ触らずにコーヒーを作って、でこの状態でお客さんに提供するっていう形でコーヒーを提供しているようです。で私その
重要なシーンを今日見忘れてしまって、レシートをずっと眺めてて、コーヒーの作ってるシーンを見るのを忘れてしまって、セラミックマグにリユーサブルカップを入れてコーヒーを作っているのかっていうのを見忘れてしまいました。まあ、一応ホームページ上にはそのセラミックカップにリユーサブルカップを入れて作るっていう風には書いてありましたね。で、そのリユーサブルカップを持参すると25ペンスオフになるんですけど、紙コップを使った場合ですね、従来の注文通り紙コップを使って注文すると、なんと紙コップ代が5ペンス取られてしまうそうです。なので1杯購入するごとに5ペンス取られてしまうので、すごく損ですよね。なのでスターバックスに行く際はリユーサブルカップを買って購入した方がいいと思います。まあ観光の方は別ですけどね。まあ観光でもお土産にリユーサブルカップを持って帰りたいっていう方であればいいかもしれないですね。今日のこのレシートを見てわかると思うんですけど、 3.5 ポンドでリユーサブルカップを買っても、その日コーヒーを買えばそのコーヒー代も25ペンスオフで買うことができるんですね。で、このリユーサブルカップとても軽いので、まあ、スーツケースにスペースがあれば持って帰れると思いますし、購入してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。このリユーサブルカップを持参したディスカウントっていうのはスターバックス以外にもやっていて、コスタコーヒーでもやってますし、コスタコーヒーですと25ペンスオフですね。で、カフェネロっていうコーヒーショップがあるんですけど、そこは1杯ごとに何ポンドオフっていうのはやってないんですけど、カフェネロが作ってるスタンプカードっていうのがあって、で、それが1杯買うごとに1スタンプもらえるんですね。ですけど、リユーサブルカップを持参すると、そのスタンプ1つだった分が2つスタンプがもらえるっていうサービスをやってます。確か9つ分スタンプを集めると1杯無料になるんですね。なのでリユーサブルカップを持っていくと、まあ、より早くスタンプが集められて無料で飲めるコーヒーの量が増えるっていう形ですね。まあ、あと他のコーヒーショップもやってるそうなんですけど、ちょっと今は他のコーヒーショップの情報は忘れました。で、今日は最後にお見せしたいものがありまして、このリユーサブルカップなんですけど、トフィーラテを飲み終わったので紅茶を作ろうと思ってお湯を沸かしてきました。紅茶のティーバッグが中に入ってるんですけど、今お湯を作ってきたので中に入れていきたいと思います。じゃあいきます。はい、こんな感じで熱湯を入れると緑から赤に色が変わります。沸騰したてのお湯を入れたので、まあ、約100度の沸騰したお湯を入れたんですけど、沸騰したお湯を入れても若干柔らかくはなりますけど、ふにゃふにゃしないですし、耐久性があると思います。で、これがだんだん冷めてくると、またグリーンに戻ってくるっていう感じですね。なので、まあ、グリーンに戻ると、結構もう完全に冷え冷えなんですけど、上の方がグリーンになってくると、まあ、ちょうどいい飲み具合なのかなっていうのが、目で見てもわかるので、結構これはいいですね。使い勝手がとても良くて、
気に入ってます。なんで皆さんも見つけた際はぜひ購入してみてください。それでは今日はここら辺で終了します。